はい、だけど、タイミング、タイミング、ちょ、なんかもっこりしてたらちょっと嫌だな、タイミング、さっき言った瞬間にボール投げないで。はい、ラケットインプレッションです。はい、新しいラケット、はい、そうですね、フラットビームのバーンの追加機種と、そして目のサイズが100、重さが293、バランスが33ありますから、ヘッドもそこそこ走ってくる。で、22mm なので少ししなりも感じていただけるというラケットの、見ている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、ちょっと皆様のお洋服がちょっと違うのは、はい、ちょっと大人の事情により、そうです、ね、私の粗相にまあね、ちょっといろいろとありましたけども、はい、とりあえず今日は、村松コーチが持っているラケットですね。はい、はい、バーン100ツアー CV というラケットでございます。おっきいさんと私が持っているのが、現在発売させていただいているバーンの、まあ、西堀くんが使ってくれているモデルのところですね。95と 95J というラケットがありまして、まあ、特徴としては、まあ、少し頭が重たくて 22mm 圧っていうところのこの2本なんですけども、ここに100が、追加で、発売をさせていただくことになりました。2003年はですね、はい、スティーム95、スティームプロ、スティーム100っていうのがあったんですけど、赤白くない、そうですね、はいで、そのモデルが、まあ、2003年から後継機種がずっと出てなかったんですけども、ようやく完成しましたというところになります。はい、というか、まあ、未だにあのラケットを女性なんかも、それからトップジュニアなんかも多く使ってくれているので、ここは復刻しなきゃいけないだろうというところで、日本限定の復刻バージョンということになります。というと、まあ、フラット系でも対応できる、またネットプレイでも安心の100というところになってくるんで、かなりちょっとオールラウンド寄りに寄れるのかなというようなラケットになってくるんで、まあ、ボレーとかそういった部分でも威力を発揮できるかなというラケットになっているので、そして今回はそれにカウンターベルが入りました。まあ、これがちょっと諸事情でウェアが変わってしまってるんですけども、全ウェアの時は入ってないものをちょっと打っていただくことになってしまったんですけども、ちゃんと今日はカウンターベル入った本物のものカウンターベル入りっていう、なんか、はい、ちょっと不思議な表現ではありますけど、そうですね、そうですね、はい、原作がサンプルだったもんですから、大変失礼いたしました。逆に違いが分かっていただけるかなというところでは、はい、あえて黙って原作はそういうふうに持ってきたっていう設定ですよね。そういうことです、はい、なのでカウンターベルの良さを余計体感しやすいかなというところでは、今日打っていただけます。大変申し訳ございませんというような事情でございますので、はいはい、じゃあ早速ですが、はい、登録の方から、ね、はい、打っていきたいと思いますので、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。この間、はい、打った試作品に比べると、はい、だいぶボールがお飛びになるなっていう印象しかないんですけど、はい、まあ、やっぱり皆さんも知ってると思うんですけど、僕 95J、バーンの 95J を前に使ってたので、まあ、それと比較すると飛ぶなと。試作品の時は100なのに全然飛ばねえぞこれみたいな感じだったんですけど、はい、まあ、100はやっぱこんな感じですよねっていうところ、 95J と比較するとやっぱりこっちの100ツアーの方がちょっとフラット寄りというか、フラット系のボールが生かされるのかなっていうところと、まあ、かといって別に回転がかからないわけではないので、まあ、これまだボレーはやってないですけど、まあ、オールラウンド向きなのかなっていうのが、もうストロークを打ってみてもなんとなく感じられるかなと思います。95G に比べると1センチバランス手元なんで、やっぱりヘッドが 95G ほどは走らない、という部分ではやっぱり回転機よりフラット系の方が生きてくるとは思うんですよね。あとやっぱりそのパワーっていうのは100なので、ストリングスのたわみも大きくなるので、その分飛びに変わってるのかなっていうのが今のコメントの、数値に置き直すというところだと思うので、はい、なので選手を作って見ても、まあ、西堀くんが95、はい、で伊藤達磨選手が100、そうですね、はい、を使う、はい、このモデルですね、ですよね、はい、なので、まあ、2人のショットを比較しても、まあ、うん、そういうプレースタイルがちょっと出てるのかなっていう感じがします。そうですね、はい、まさしく、はい、飛ぶんですね。そうですね、はい、このラケット、まあ、本当に飛ぶ設定のラケットではあるので、
はい、前作本当すみません。そのね、サンダルが入ってなかったというのもあったので、はい、でも比較してみないと分かんなかったんで、まあ、はい、ある意味良かったのかなと思います。カウンターベル入ってるとこんなに打感違うんだね、こんなにこう打った感じが柔らかくなるんだねっていうのが分かったので、やっぱりカウンターベルが入ってるっていうだけで本当にこう打った打感がすごい柔らかく感じる。実際にこうラケットがこうしなってるとかそういうのとは別に手に伝わる感触がすごいこう、まあ、ソフトな感じがして、まあ、本当に楽に打てるなっていう印象があったのが一つと、やっぱりベースが 95J、 ちょっと奥のいる時に打たせてもらってたんですけど、100と比べると95と 95J、 95と比べるとやっぱり100の方が少しパワーがある、ラケット自体にパワーがあるので、はい、まあ、イメージとしてはこう同じストリングパターンで、ね、そうですね、20ですよね、はいはい、なのでやっぱりフェースが大きくなるとちょっとこうガットがこうたわんで戻るっていう感じがあって、まあ、こうやってやっぱりこうスピンをかける要素としてもフラットに打つ要素にしても非常にこう使いやすい感じがするので、そういう意味では本当にこうオールラウンドなラケットになっているのかなと思いますし、まあ、フェースが100っていう時の安心感も考えると本当にちょっと苦しい時のパワーフォルムもあるので、本当にこう男性女性問わず幅広い層の方に使っていただきやすいのかなという印象です。そうです、その言っていただいたそのオールラウンドを目指して作ってきたラケットなので、まあ、95、95J はどちらかというとストローカー、まあ、ベースライン深くからでも、弾道も高く出てっていうところなんですけども、こちらの100に関してはオールラウンドを目指しているんで、まあ、この後多分ボレーしていただけるとその100の安心感というのをもっと、体感いただけるかなと思う。はい、